石川選手、今シーズンはチャンピオン狙いで来てたと思うんですけども、ちょっと予定が狂っちゃったんじゃないですか。そうですね、前半僕がちょっとミスをして取りこぼしたところが多かったんで、ちょっと残念な1年だったんですけど。以前大クラッシュも経験されてて、いろんな思い出があると思うんですが。そうですね、あれ空は飛んだんですけど、タイムは出てたんで縁起のいいコースなんで、今回狙えるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ズバリ目標は今回は優勝を狙ってます。